13時プレゼンツリゼルルリッスン皆さんこんばんはリゼルエスタです皆さんこんでです鈴原レルですこの番組は毎週日曜の20時から20時30分までつまり時間としては20時3時に私たちの楽しげなトークをリッスンしてもらう番組ですはいということで8月も半ばとなってまいりましてお盆か お盆だね。お盆だね。甲子園とかもちょうど二時三時甲子園ですね。二時三時甲子園もちょうどなんか真っ盛りの時の。ね盛り上がってる最中だね。緊張する。ドキドキしちゃうね。えどうだろう。でもルルちゃん的にはお盆のイメージが割と。うん。あのホラーとかも。そうだね。私もまあお盆って言ったらホラーかなっていうぐらいには。いや リせ様はホラー、はほら、ラーとか、ね、うん、苦手な方だからね。そうね見たりする、そのにじさんじなでも、やっぱりホラーって言ったら、企画したりとかね。いろいろあるけど、うん、する方もいるけど。うんうん、私はね、やっぱね、去年の、の水戸委員長と、本間、うん、ひまわりさん、ひまての、あの。百物語。そうそう、そうそ、ん、う。 あれはその皆さんから寄せられた物語を「百物語通り」に読み上げてはろうそくを消していくって企画だったんだけどうん、うん、あちょっとどうしようネタバレなしでまだ見てない人には見てほしいからあんま言いいいたくないななそうね内容に触れ個々の話もありつつなんだけどその百物語配信自体に仕掛けがあってうん、うん、むちゃくちゃ怖いというかすごいぞっとするからぜひちょっとアーカイブ長いんですけど見てない人は見てくださると嬉しいです。うんうん ぜひぜひチェックしてください、うん、今年もやるのかな今年もやってくれたら嬉しいのかな、はいね、期待して待ちましょうはい <laughs> っていうことで、はい、早速始めていきたいと思いますにじさんじプレゼンツリゼルルリッスン今夜も最後まで聞いてねにじさんじプレゼンツ リゼルルリッスン改めましてリゼヘルエスタです鈴原デルですそしたら早速リスナーの皆さんから届いたメールを紹介していこうかなと思います、うん、はいお願いしますラジオネームアフロ鑑定士さん、うんえー、リゼ公女殿下鈴原さんこんばんは毎週楽しくラジオを聞かせてもらってますお二人が所属している二次三次ではいろいろなグッズ展開をしていますね 缶バッジやアクリルキーホルダーといった見る飾るためのグッズだけでなくモデルキャップやアパレルグッズなどの実用性のあるグッズが増えた印象です、うん、そこでお二人に質問なのですがもしリゼルルグッズを出せるとしたらどんなグッズを出したいですか特になければこういうグッズが欲しい使ってみたいというのが聞きたいです最後になりますが毎週お二人のラジオに元気をもらっていますこれからもお体に気をつけて頑張ってくださいということでこ,このお便り渡してもらえうってことは言えばなんか目があるんじゃないあ <laughs> そういうことなんかさ嬉しいのものすごく初期にもなんかラジオのステッカーとかあったら嬉しいみたいな話、えーね、一瞬だけしたこともあったよね,ね、うんうん、それよりももうちょっと貼って<え>うそうだねグッズかリセール,ルグッズなんだろうね確かにあの、うん、ファイルとかさアクキーとかって結構傷つけたくなくてこう飾ったりしがちだけど えでもキーホルダーとかが単純に喜ばれるのかな使いやすさはそうかもねあニラジは T シャツ作りが T シャツがいいじゃん欲しい欲しい T シャツ欲しい欲しいよえちょっとなんかあれこのまま話したっけいつか高6みたいなのでなんか実際に聞いてくれる人に集まってもらってやりたいみたいな話すっごい顔してるけどなんでどういう顔なんだろうなんで文化放送さんのじゃなくてうちのスタッフがそ顔するのなんでなんですっごく渋い顔

やりやすいところで良いからそこからね行きたいよね。ねしたいね。T シャツいいな。あとちょっと採用された人にあまあでも電子メールが多いもんね。採用された人にステッカー的なあのもうちょっと私憧れがあるラジオ的に。確かにやってるもんね結構ラジオそういう。髪の毛より増えて大変になるのかな。どうなんだろう。でもなんかちょっと未来を感じる話だった。ねワクワクするね。なんかできたらいいな。もう最近自分たちでやるから。そうだね。やろう。最悪やろう。うん。 ということでねじゃあ次の読んでいきたいと思いますラジオネームさっさーさんからいただきましたリセ様デルちゃんコンドでしたコンドでしたデルさん先日の配信で切り忘れてしまったことがありましたね うん、る、うん、るちゃんの長時間配信を見て訓練されたリスナーたちの中には、なんだ新手の耐久配信かと動じない人もいたそうです。<laughs> かっこ私もその一人、<laughs> そしてる、ね、るちゃんのごめんねがとても可愛かったです。りせ様はうん、うん、配信中、配信直後やらかしたことは何かありますか。とのことです。<ー>あれ。え、るるちゃんのその切り忘れの件もちょっと気になるかも。いやね、あのー、そんなに長い間じゃなかったんだよね。多分そうそうそう、本当に五分ぐらいかな。<laughs> マイコン。 おほほあ私あのおつれるでしたって言った後にまずマイクをミュートにしてでユーチューブの配信終了あか完璧で OBS 閉じるからもう順番完璧そう絶対完璧何をねなんだけどまあその時ねなんかたまにあるじゃないあの押したと思って押したんだけどなんか押せてなかったみたいなスタジオのねなんかすごいユーチューブスタジオのあるねたまにそうそうその状態になっちゃってそう切り忘れちゃったみたいな感じになったんだけどあるそういうこと 私はどうだろうなあ、うん、な何だろううっかりの切り忘れはないけど、うん、なんだろう配信終わった後に C パートみたいな感じで画面は閉じてるんだけどなんかちょっと余分な話をするとか<ー>っていうのをやっ、ね、がちょっと多かった時期とかはあったかな C パートか私もたまに意図的にやったりするかも。 なんかね、ホラー配信の時とかにもそういうなんか企画の時にやったりするかなああ、なんか演出的な感じ。そう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 。うれしいかも。これちジュミさんちょっと戻っちゃうんだけど、切り忘れた配信って何に？えっとね、何話しする配信？雑談かゲームかのどっち？それはどっちかなんだけど。私さ、覚えてる切り忘れがあってルルちゃんの。切り忘れっていうか、あれかし最近かな。いや、結構昔あのゲームしてて、じゃあ映るるって言った後に終わったてなんだけど。 一生コンティニューしてゲームしてるるーちゃんが言うあーあれも、ね、あれは C パートかな C パートに近いかもしれないあそうなんだ、うん、<laughs> なんか結構裏でそのまま最初は違ったんだけど <laughs> うん <laughs>、うん、<laughs> あのあまあいいかと思ってちょっと C パートのやったる時が <laughs> <laughs> ピローンってコーティネして結構やってるみたいな悔しいなって思ってなんかもう悔しくて悔しくて配信を閉じてもやるなおんか逃げきれない気持ちが C パートにいってるのかもしれないそういうのあるんだねそれめっちゃ印象に残ってるわあんまりそうだねひどいやらかしとかないようにしたいねそうだねそれはね気をつけたいねやっぱり気をつけていきたいと思います気をつけましょうはいでもいつラジオネームマルチさん ルルさんこんばんは自分はツイッターをしているのですが2人しかフォローしてないしフォロワー数も2人しかいません <laughs> <laughs> 逆に誰だフォロワー<え>ツイッターのフォロワー数を増やす方法ツイッターを楽しむ方法を教えてくださいこれ不思議なことがあってさ2人フォローし,2人しかフォローしてないしあ2人って別にあれかなんか勝手に私とルルちゃんをフォローしてくれた気持ちでいたけどうちらじゃない2人 2> 普通に私たちがねあ私は違う人かと思ってたそうなんだてっきりリゼルルだと思ってたんだけどじゃあリゼルルだった場合さリゼルルのことをしかフォローしてないのに、うん、私たちがあのマルチさんをフォローしてない以上彼のフォロワー2人は私たちじゃないじゃんその一方通行なんだと思ったんだけどだから私はこの2人しかフォローしてないしっていうのが違う人でフォロワー外視されてるのかなって思ったんだけどちょっと私たちのこともフォローして。<laughs> どっちなんだろうね。なるほどね。うんまあでもきっとじゃあそういうことだね。私たちをしてくれてる前提で話すとしてくれてて、他に多分増やしもっと増やフォロー増やスタイルだよ。ファンみたいな人がこう仲間意識みたいな感じで、ああ話進む感想とか見てこの人の感想見たいわみたいな感じで、なんだろうね。ツイッターのフォロワー数我々だって。 ライバーの中でも、たぶつぶやかない方だから、二人とも特に私、本当に告知しかしなくて、リスナーさんからも結構、告知しもっとしてほしいって言われるんだけど、うん、言われれば言われるほど、ななんかね、すごい悩んじゃう <laughs> 何をしていいかわかんないね、本当に、文章苦手だし、えー、今、えー、渋谷でタピってるみたいな、うん、<laughs> 他のライバーさんを妙にするとかかな、どうなんだろう 若い人ね結構本当に上手に使ってるからすごいなって思うんだけど何つぶやいてるんだろうなんかもう日常的なものから今の流行りとかね空が青いなとかうんなんうとか <laughs> 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 あまり我々にツイッター使わせない方がいいかもしれないんですけど。<laughs> ハッシュタグ使って盛り上がってるそののに便乗するとかどうあそうだねトレンド入りしてるのとか見てね自分もやってみようとかラジオ聞いてくださってるってことは配信とかも聞く人なんだろうしリゼルルもハッシュタグがあるねあるよそれでつぶやいてぜひあの同行の詩を見つけていただくということでそうだねいいんじゃないかなうんじゃもう一つぐらいいけるかなうんうんじゃ してみたいと思いますいラジオネームゆゆゆさんからいただきました、うん、リセ様、ドルちゃんコンドでしたコンドでした私はメールのネタなど考え事をしているときは仕事中の方がいい案を思いつくことが多いです、うん、余計な誘惑がない分机に向かっているときよりアイディアが出てくるんですよね作家さんはファミレスでネタを考えているイメージですがお二人はボイスの台本を考えるときや何か企画など、うん、アイディアを考えているときはどのようにしていますかとのことです なるほどなんだろうなどうかごと中っていうよりかはもうそのことについて決めるって決めたら時間を区切って完全にそれと向き合うタイプあなるほどメモ帳とか出していろいろ書き出してみたりとかなるほど、うん、余計な誘惑とかはないんだその時になんか作業してる時に違うことやっちゃったりとか考えちゃったりとか。 いや、そうだね誘惑は割とあでもそれていくことはあるかななんか探してる最中に面白いもの見つけちゃってみたいなのあるけど、うん、基本的には時間内には何か必ず決めて終わるみたいなふうにはしてるすごいねなんか誘惑があってもじゃないと全然終わらないんだよね。私ずずっっっとと日ぐらいずっとなんか考えちゃったりするおーでもなんかそれはほかごとしてる最中もずっと頭の隅にっずっと頭にある。 でもタイプでいいんじゃないかな。ずっと頭の隅に置いとけるんなら、なんか違うことが引き金でいいものが出たりするかもしれないし。そう思ってずっと隅に置いてるんだけど、うん、なかなか難しいね。出ない、<laughs> 出てこない。いやでもそうだよね。基本的に難しい。うん、えちゃんこさんに聞いたらいいんじゃない？ね<え>。<laughs> いろんなアイデアとか考えをまとめる時。アドバイスないですか。何してます？食べてる時。食べてる時。 マジで栄養が入って直接買ってるくてそれでも脳みそに糖分がいってそれでなるほど食べようか <laughs> <laughs> 食べましょうやっぱり食が最強かもしれだから作家さんはファミレスとかでネタを考えてるっていう人が多いのかそうかもねなるほどね、はい、ご飯大事なんだやっぱ。 会う環境だからゆえゆさんもなんか仕事中の方がいい案出るならそれはそれで全然ありな気がするしねま <laughs> たそ,、ね、それぞれっていうところもきっとあるよね会うや考え方みたいなのを見つけれたら良いなうん、うん、私そうだねじゃもう一読もうかな、うんえー、ラジオネームさんつめさんリさ様まるるちゃんこんるるエスター一気に夏らしい暑い日々がやってきましたね毎週実質で楽しく聞いているのですがうん、うん、ふと耳をすすますとパシャパシャという音がして、うん 近くにいた飼い猫も私の後ろに退避何かと思い音の近くを探るとクーラーから水滴が落ち続けているではないですかさすがにそのまま使うわけにもいかず現在は扇風機で持ちこたえていますお二人は最近家電の不調に悩まされたことはありますか暑い日が続きますがお二人とも元気で頑張ってくださいこれ嫌だね <laughs> ね何が嫌ってさ割とクーラーとかエアコン空調の下ってさベッドだったりすること多くないカーテンかかってたりとか部屋の構造上ね結構そういうところに置けるようになってるもんね隅というかさ部屋の角隅だと嫌だねわわこれ一番嫌んかあるね扇風機でちょっとあんま熱中症にならないように気をつけてね。そね私の そのクーラーとかはないんだけど、うん、電子機器というかまあ、うん、私はね、うん、あのそれこそでも配信周りだなキャプチャーボードがよりにもよってうん、うん、マザー3の最終回のめちゃくちゃ一番大事な局面で、うんうん、あの原因不明の不調が今まで起きたことない不調が起きて、うん、なんか。 ま言ったらまあそのラストのの敵と戦っってる時だだたんだよ <laughs> でそのマザーってできないそのマザーのゲームってできない伝統的に「祈る」っていうあのコマンドでなんか戦えるシーンみたいなのがあってまあやってたマザーセリにはその祈るっていうのはないんだけどもう不調と私がラスボスと不調と戦ってる間視聴者の皆さんが「リアル祈るだ!」って言って祈る発動してくれたのがま不調でめちゃくちゃなんかうわーっとなったけど結局はちょっと。 あの美味しいトラブルというか結果を見てみればあとあとその後繋がったからねつながから良かった,っったいやでもこれヒヤ,ヒヤするね。えもうここで絶対後日とかにしたくないく、ね、ここで最後まで行きたいみたいなのが、ね、そうだよねもうなんか最終終盤の方に行くとこ、うんな切りたくないよね自分のテンション上がってるのに途中でやめれないみたいな、ね。わ、うん、かるそれが一番ちょっと、うん。 ああののこと思った不調ま結果的に見ればね美味しかったのかもしれないけど戻らなかったらって思うとちょっとねヒヤッとしちゃうね。でも多分ね心が一つになったような瞬間結果的には本当にそうねトラブルも最後見れば冒険のうちみたいな感じで。 ということでね,ねじゃあこの辺で終わりにしたいと思いますはいたくさんのお手洗いありがとうございました引き続き私たちへのメッセージや相談ごと何でもお待ちしております